家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は早植えで肥大化させるジャガイモの爆速栽培についてご紹介します。年も明けてもう1月の中旬となりました。早いようでお正月気分も明けて春野菜に入っていくという時期になりました。まだ寒いのでイメージが湧きませんが、2月に入りましたら春野菜の準備、今回のテーマでもありますジャガイモの準備、これらが本格的になってきます。特にジャガイモというのは最近の気候を考えますと早めに仕込んでいく必要があります。今日は早植えでジャガイモを大きくするポイントについてご紹介したいと思います。最後にコメントにもご返信しますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。今回爆速栽培という大胆なタイトルにしましたが、どういったものかご紹介していきたいと思います。これまでジャガイモの栽培というのは3月に入ってから始める方が多かったと思います。3月に栽培するとだいたい6月7月頃に収穫が始まります。90日から120日の間に大きくなってたくさんのジャガイモが取れるようになります。しかし最近の気候で早いと5月の後半には30度近くになります。皆さんも去年を思い出していただくと、6月の後半にはもう猛暑が始まり、真夏と変わらない気候ではなかったかと思います。こうなってしまいますとジャガイモの肥大化が止まり、サイズも個数も多くなりません。5月中旬以降、これから最後の肥大化という時期になかなか大きくならずに、肥大化が温度のせいで止まってしまいます。そういったデメリットが最近発生します。そこでジャガイモを早く植えることで、この肥大化時間を長くすることで十分大きくしていこうという栽培になります。私も最近ここ数年の気候を見ますと、非常に気候が早く暖かくなる関係で、私もジャガイモの栽培はだいたい2月のだいたい25日から28日ぐらいには植え終わっております。ちょっと昔はだいたい3月の1週目から3月の中旬ぐらいまでに植えますと十分肥大化も進み、たくさん取れていたんですが、気温のせいか最近思うように収量もできておりません。そこでちょっと1、2週間ほど早めまして、植えて早く芽を出しております。遅霜が心配かもしれませんが、最近やはり気温が高いので2月の後半から暖かくなりますし、資材で不織布やビニールトンネルを使えば十分に育ちますので、この早植えに皆さんも挑戦してみてください。早植えをする際の問題点や必要な作業を紹介します。一つ目の問題点、芽が出たジャガイモが手に入らないかもしれません。種芋の販売時期が早いので芽がそれほど出てないかもしれません。本来3月に入って中旬ぐらいになりますと非常に芽が出たものを販売されておりますが、残念ながら早めに買うことで芽が出てないものが多く、結局芽が出てないものを植えて生育が遅れるなんていうことも出てきますので、芽出し作業というのが必要になってきます。2つ目の問題点、育てたい種芋が見つからないかもしれません。予約販売などで早めに購入をしておかないと、早植えするには欲しい種芋が手に入らない可能性があります。
ホームセンターで人気の品種はあっという間になくなってしまいますし、ネット上でもすぐに売れ切れてしまいます。特定の珍しい品種を植えたい方はしっかり予約をして早めの調達を検討してみてください。それでは実際に芽出し作業のやり方についてご紹介したいと思います。種芋を購入した際に芽が全く出てない種芋でありますと、やはり4週間ほどかかります。おおよそ1ヶ月近くかかりますので、1月の後半には種芋を購入して芽出しをやった方がいいと思います。男爵やメイクインといった品種でありますと、芽が出ているものが2月中旬頃手に入ると思いますので、そちらでも構いませんが、ホームセンターがあまりない地域の方や去年の芋を種芋にしたいという時に芽出しをする場合は、2月後半には早植えをするという考えでありますと、もうそろそろ芽出しをする時期となります。やってみてください。では今回準備するものはこちらです。発泡スチロールです。発泡スチロールは深めよりもやや浅めの発泡スチロール等が使いやすいので、浅めの発泡スチロールを準備してください。それから発泡スチロールの底の方に新聞紙を敷いてください。このように新聞紙を敷きます。発泡スチロール等が手に入らない方は段ボール等でも結構です。できればお菓子の箱とかそういうものが便利がいいです。もう一つ準備したいのが、ご自宅にある毛布もしくはバスタオル等を準備していただければいいと思います。本日は不織布を使います。ない方はこのような不織布でも代用できます。100円ショップにも売ってますし、ホームセンターでも切り売りがあります。いらないバスタオルでも十分にできますので、準備してみてください。では実際にやっていきましょう。じゃがいもを並べる方向さえ間違えなければできますので、やってみてください。このように芽が出てないじゃがいもを並べる際に注意したいのが、芽を上にして並べるということが重要なポイントです。芽とはどこが芽なのかわからない方は、このようにポコッポコッとへこんだ場所があります。ここから芽が出てきますので、ここを上にして置いてみてください。それを裏返しにしますと、ここにはストローンというのがついている跡があります。ここが俗に言うジャガイモのへそという部分です。ここが下になるように並べてみてください。こちらのジャガイモもこちら側がデコボコっと穴が開いてますので、こちら側が芽が出る方向ですので、これを上に向けて並べてみてください。今日は2個だけでやっておりますが、ここに自分が植える分のジャガイモを並べてみてください。これを日中は窓際のあったかい場所に置いてください。直射日光はなるだけ当たんないようにしてみてください。夜になりましたら、発泡スチロールに蓋がある方は蓋をして、毛布バスタオル等でしっかりとくるんでから、例えば台所の冷蔵庫の上とか、そういった暖かい場所に保管してみてください。夜が明けて朝になりますと、また窓際に並べておいてください。このやり方をやってだいたい40日ぐらいで芽が出てきます。ということで、早植えをやっていくんであれば、逆算してそろそろ種芋の芽出しをやっていってみてください。これはちょっともう間に合わないなという方は、芽が出た種芋を買うというやり方で
やってみてください。いずれにしてもどちらの方法でも2月の後半には植えるような準備をしてみてください。それではコメントにご返信していきます。こちらの春菊の栽培にコメントをいただきました。うちの畑は寒すぎて大きくならないので対策を教えてくださいというコメントをいただきました。対策としてはやはりもう防寒しかありません。まずトンネルを作りまして、一番下に不織布をかけ、その次に穴あきのビニールを貼って、最後に防虫ネットを貼るという三重の試みをしてみてください。とにかく内部を温めるしか対策としては難しいので、その方法を検討してみてください。応援してます。今日はジャガイモを爆速成長させる早植え方法についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタンを押してください。ではまた、バイバイ。